どうす。なんか連絡来たらみたいになってたじゃないですか。でも俺ら一番手だから。今日から練習再開です。もう昨日も夜、楽しみすぎて寝れなかったんですけど、あんまり。今日も30分ぐらいいつもより早く目覚めて、グラウンドでボール蹴るのも久しぶりだし、スパイク履くのも1ヶ月半ぶりだし、楽しんでいきたいと思います。練習終わって今帰ってるんですけど、ただボール蹴っただけのめちゃめちゃ楽しくて、トレーニングメニューで言ったらね、全然まだ個人でドリブルしたりとか、まあ、ランニングしたりとかでロングキック蹴ったりしたぐらいなんですけど、めちゃめちゃテンション上がりましたね。想像してた以上に楽しかったです。怪我しないようにしっかりケアして、また明日も頑張んないと。とりあえず帰ってご飯食べます。今日びっくりしたことがあって、トレーニング行ったら大量の出汁が僕に届いてて、茅乃舎って僕すごい大好きで使ってるんですけど、久原本家グループ本社様からお手紙もいただいて、練習前これ見てめっちゃハッピーな気持ちになりました本当ありがとうございます。本当に。これを使って豚しゃぶを取ります。よし。弾かれる時に前に進んでいく、そういうやり方になります。だから、かなり、ちょっと徹底的といってぐらい走り方ができる。これは陸上競技すべての種目における肝と言えるものなので、ありとあらゆる練習。できた。こんばんは。こんばんは。こんばんは。FC 琉球の田中圭太です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。サッカー選手のこの理想像とはっていうところ、ここをちょっと大きなテーマとして、そもそも J リーガーと何か。どうぞ田中君。アビさんとこの話前もしたんですけど、てか近くの人に喜んでもらうっていう考え方自体は別にそこまで悪くないかなって俺思ったんですよ。じゃあこんな感じでちょっと1時間ちょっとぐらいでしたが、貴重な時間みんなありがとうございました。